たださ、その飲み会、昨日の飲み会キックアホみたいにご飯物頼んで、僕も結構ね、それに付き合ってたら結構食べたよ、昨日十何品頼んだんだよな。キックン先にキックンがついて、適当に頼んどくわって言って行ったら、刺し盛り4人前とかでさ、まず来たのが、写真あげたはず。打ち上げだからキックンも若干チートデーだったんだろうね。でもすぐそこだよ。急いで、あと45秒でリングが閉じるよ。いや40歳でやっぱ、まあ、キック僕の同い年だから40歳で、でキックご飯大好きでしょ、美味しいもん大好きじゃん、あの人。それを我慢して節制してるのは尊敬できるよね。もう一回使うか。いや、やめた、やめた。なんか30-30DB じゃないじゃないと手になじまん。ショットガンボルトを発見。もう僕自堕落な生活ばっかしてんのにな。世界ワースト2位だよ。まあ1位中岡ですけど。細かいことは言いたくないけど、リングが動いてるのにまだ誰も。ヒートシールドを発見。中岡は世界ギネス記録だから。僕も走る量増やすか、今日から。甘えてられないよな。あんま走る意味はないけどな。坂本人生で太ってたことない。あるある。あのね、函館にサラリーマン時代函館いた時に、なんかちょっと軽く病んだんだよね僕。課長のホモ営業をして、し続ける毎日で、軽く病んで、そん時になんか、すげえ偏食気味でさ、まあ今もだけど、カロリーメイトばっかり食べてた時に、そこに、多分人生で一番太ってたと思う。70キロぐらいまで行ったはず。僕の身長が 179.3 だから結構なもんでしょ。それがマックス、人生の。70キロが。いや、細いって言うけどさ、あの筋肉がないから結構70キロでもうタプタプなのよ。いや、筋肉がないから、筋肉あるとまあ痩せるのかもしらんけど、結構ねぷよぷよなのよそれ。作戦変更。あっちに行くってのはどう？あの時がやっぱ一番だったね。腹出たんか。腹は出てないんだけど、あのお風呂でそのスケベ椅子みたいなやつ座るじゃん、お風呂で。あれなんていうの、お風呂椅子、あれ座った時にやっぱりお腹の肉が2段になるのはあったね。わかる？お風呂の椅子でさ、なんか身をかがめてさ、洗ったりしてる時に、それはあった。あ、2段になってるって。ビビるわそれ。マジビビる。こっちに脱出したわ。ちょっと戦えるぞ。中ちゃん何だもん。中ちゃん三段バラぐらいじゃん。でも中ちゃんの腹より康介の腹の方がぶよってたけどな。あれ不思議なんだけど、康介って体重いくつなんだろう。この前抱きついた康介の方が腹周りの肉ついてたけどな。中岡も結構抱きついてるから腹の肉わかん。でも中岡ってそこまでじゃないかもしらん。康介何キロかは言ってないんでしょ、きっと。
ビールバラか、あー酒飲んでるからか。いや違う違う違う、あのね、コウスケもう晩酌やめたって言ったんだよね。コウスケもやめてるよ。作戦変更、あっちに行くってのはどう？序の口か、中岡はまだ思ってたほどではないのか。